こんにちは、ユン・ドンジュと詩を読む会です。私たちは日本の東京や京都、大阪、福岡など様々なところに住んでいます。2ヶ月に一度こうしてオンラインで集まり、ユン・ドンジュの詩一編を取り上げて、その作品に込められた思いを語り合っています。先日はユン・ドンジュが1934年に書いた作品ろうそく一本をみんなで読み解きました。今日はろうそく一本を朗読します。ろうそく一本、ろうそく一本、我が部屋に漂う香りを嗅ぐ。紅葉の祭壇が崩れる前に、私は清らかな捧げ物を見た。ヤギのあばら骨のようなその体、命の芯まで白玉の涙と血を流して燃え尽くす。なおも机の隅に揺らめきつつ、天女のように炎は舞う。悪化を見た雉が逃げるように、暗闇が窓の隙間から逃げ出した。我が部屋に漂う捧げ物の偉大な香りを味わってみる。続けて韓国語朗読を하겠습니다。초한데초한데내방에풍긴향내를맡는다。광명의제단이무너지기전나는깨끗한재물을보았다。염소의갈비뼈같은그의몸그의생명인심지까지애곡같은눈물과피를흘려불살라버린다。그러고도책머리에아롱거리며선녀처럼촛불은춤을춘다。매일봉꽁이도망가듯이아미기창구멍으로도망한나의방에풍긴재물의위대한향내를맛보느라。それではですね、こうして、日本と、そしてまた韓国の方々もですね、この場に集ってきて、くださっていますので、一緒にですね、女子をみんなで、一編ずつ読んでいきたいと思っています。はい。それでは日本語からですね、先に、読んでいきたいと思います。皆さん、準備はよろしいでしょうか。はい、それでは、浜野さん、よろしくお願いします。女子、死ぬ日まで空を仰ぎ、一点の恥なきことを、場合にそよぐ風にも、私は心痛んだ。星を歌う心で、生きとし生けるものを愛おしまねば。そして私に与えられた道を歩みゆかねば。今宵も星が風に吹きさらされる。계속해서한국어낭독하겠습니다。서시죽는날까지하늘을우러러한점부끄러움이없기를입새에있는바람에도나는괴로워했다별을노래하는마음으로모든죽어가는것을사랑해야지그리고나한테주어진길을걸어가야겠다오늘밤에도별이바람에스치운다ありがとうございました。